渦井駅は、島根県大地群有南町渦井下郷にあった、西日本旅客鉄道参高線の駅。うといは、うついと、道後源と思われる。浜田市、下の石大沖地区に、うついが見られ、内居の意味で、山中の懐の地を言う。山中方面に向かって、左側に、短式一面一線のホームを持つ、高架駅で、浜田鉄道部管理の無人駅であった。 ホーム及び待合室は地上20メートルの高さにあり、地上からの高さとしては日本一であった。しかし、エレベーターやエスカレーター等の昇降機設備はオロカスロープすら設置されておらず、ホームに上がるには116段の階段を登らなければならない。この得意な構造から天空の駅と呼ばれることもあり、テレビ番組でもたびたび取り上げられていた。そのため、 鉄道ファンには人気の駅であった。このような駅構造になった理由は、この場所に駅を建設することが決定したものの、山間を縫って走る線路の線形状等外部分では、高架にするしかなく、地上に線路を付設して、地上駅を設置することができなかったためである。階段を登り切ったところに待合室があった。廃止されるまで、地元住民が、 定期的に掃除していたため室内は大変綺麗で、ベンチには座布団も置かれていた。ただし、自動券売機等の設備はない。階段か、地上部に男女共用のトイレが設置されていた。2018年4月1日以降は、最強線北戸田駅が日本一高い高架駅になり、階段の段数は当駅を上回る126段である。なお、北戸田駅には、 エレベーター、エスカレーターが設置されている。山の谷間に民家が点在する。三重線と交差する形で、県道292号線が通っている。大南町 A バスのうち、大南バス渦井線が渦井駅に停車する。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。なお、1994年度は9人、1984年度は8人だった。ありがとうございます。